まずはチャンピオンに出れることがすごく嬉しくて、1回でも多く勝ちたいという気持ちで来たんですけど、どんどん勝つにつれて、優勝したいという気持ちが出てきて、優勝できたので本当に信じられない気持ちでいっぱいです。そうですね、最近ずっと調子が悪くて、その中でもどうやって勝つかをずっと考えて やってきたので、今回はすごく体の調子も良くて、そこに今までその我慢して頑張ってきたところが出たかなと思います。すごく嬉しいのと、やっぱりファイナルでも上を目指して頑張りたいです。